スタート。スタート。まあね、前回、男気でね、ちょっとまあ軽く反省したということなんですけども、SM 企画ね。反省したという SM 企画ではない。SM 企画じゃないですかね。SM ではないんだけど、シャーさんが遊んだだけでしたね。あれ、いやいやいや、あれがどうですか、男気、どうですか。まあまあ、やっぱりね、ああいうのやったら、まあ、つくじゃないですか、自覚症状も出ますし、ね、確かにね。元からやね元からや、生まれつきじゃねえか。妖怪、青ひげ専門ね。名前変わったね。進化系進化系です。今日いきなり、あの、朝一言われた一言が、うん、頭変えていいですかって言われて、ひげ隠しじゃなくて、青ひげ専門でいいですかみたいな。かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。ちょっと横文字風でいいかなと思って。全然バリバリ日本語やないか。青ひげ専門、漢字しかないわ。ピーちゃんはえピーちゃん、ピーちゃん。ピーちゃんですか。ピーちゃんちょっと時計読めないんで。そうですね。まだまだ夕方12時だと思ってるんで。夕方12時だと思ってるんで、うん、ちょっとわかんないね。ちょっとピーちゃんは来ないっす。今日は来ないっす。来ないと思います。来ないんだ。はい、そうかそうか。え、じゃああやくん、あの、男気どうですか、先週と比べて。やっぱ反響はありましたね。うん、反響する。そう、ケツカッチンだったんだけど、うん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 、急に女の子から、うん、え、あや背中見せてみたいな。うん、いや、そんなんやねんみたいな、うん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 、え、なんでって言ったら、え、やけどしたんでしょ、うん、みたいな、まあ、そういうくだりとか結構5、6人に言われたり、まあでも男気はね、もともとあるんで、うん、まあね、言うても、はいはいはい、言うても、言うてもね、我々あるやないですか、うん、じゃあ歌唱力の方はどうかな、男気あんのかな。男気な歌唱力、こういう BGM みたいな男気あるんじゃないか。男気のある歌唱力。まあ、じゃなく、まあ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 、まあ、言うてもホストですからね。じゃあ、うん、先週の流れは別に引き継ぐつもりはないけど、一応、はい、一番だけ歌って、はい、まあ、基準値何点にする、基準値。あ、そのボーダーってことですか。ボーダー、ボーダー。大体どんぐらいなんですかね、平均的な点数っていうのは。80何棒とか。曲によるよりけりなんじゃないですか。あ、まあね。まあ、平均的には多分85とかなんじゃないですかね。85、うん、ハードル上げちゃって大丈夫。80とかなんじゃ、あ、85とかじゃないですかね。男見えてやるから。あー、なるほどね。そんなことだったら、その85か。あやくんだったら95でしょ。あー、うん、じゃあ95点の95点、85点、うん、で、行きましょうか。あー、いや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 、ちなみに、あれですよね、うん、お箱歌ってとかじゃないですよね、これは。いや、まあね、はい、うん、もちろんニコ生用でってことですよね。ニコ生用でね。ニコ生用でってことじゃないですか。じゃあ待ってくださいね。採点、これね、全国採点グランプリにする分析マスター、いろいろあるけど難しいやつ、うん、あ、でもこれいいんじゃないですか。途中からでもできるってことは。あ、じゃあこれでいきますか。でも、うんうんうん、いけそうじゃないですか。じゃあ最初はグー、じゃんけんほい。はい、こうでしょう。あ、じゃあ男気なんで行こうかな、じゃあ。シャー様は何点でも OK、 もう最高じゃん。うん、まあでも3代目セイソールブラザーみたいな。あ、ありがとうございます。やっぱね、俺のこのシャー様70ばっかだったよね。うるさいうるさい。うるさい、男気。アンパンマンとかやめてねって。やっぱり、うんうん、ホストタイムもね、ホストちょっと女の子口説く曲だよ、これ。もちろんもちろんもちろん、うんうん、違う違う、こっちじゃねえわ。うん、なんで俺妖怪ウォッチ歌うの。ウォッチじゃん。まあね、ホストって多いよね。うん、ラストンだよ、ラストン。はいはい、女の子をくどく、うん、了解です。これで、大好きな枕できるかできないかは。なるほど、しよう。今日もちゃんとあれだよ、妊娠すんだよ、お前ら。今日も妊娠すんだよ、お前ら。すんだよ、本当に。相手頼みじゃねえか、そんなの。愛のせいで産婦人科大儲け、大儲け、お、長渕、長渕やね。ホストと言ったらね、皆さん
今日はお集まりいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ホストというかスナックやで、ね、これ誰がスナックや。ワンツー気持ちいい。好きです、好きです、心から愛していますよと、甘い言葉の裏には一人暮らしの寂しさがあった。誰来て？ジジネタ。寂しさゆえに愛が芽生え、お互いを知って愛がある。ワンツー課長の名前じゃん。こんなに好きにさせといて、テンション勝手に好きになったないでしょう。ワンツーいや、はい、叫んだりするわけじゃないけど、本当にあなたはひどい人だわ。誰目線なのこれ。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよう。いつまで経っても恋の矢は相互の胸には刺さらない。よいしょよいしょ。ママニューボトル持ってきて。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。演奏形式でね。おお、どうですか。やっぱね、いや、なかなかいいね。いやいやいや、もうガチで行きましたわ。ガチだね。いいんですか。はいはいはい。結構だってなんか、うんうんうん、あそこにおお82点わー。まあ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 、まあ、これが基準となるわけですよね、うん、じゃあ、ケツカッチに言うよね。いや、忙しいってどういうことですか。でで待ってください。あやくん、アウト。あ、ちょ、ちょ、ちょ、行ってください。どこし、どこし。もうアナルで。アナルね。もうめっちゃいい音した。めっちゃいい音した。あなたの胸には刺さらない。ケツに刺さったもん。ケツに刺さりましたね、今。痛いな。ちょっとな、世代じゃないかな、うん、みんな。まあね、まあね、まあね。うん、いや、いいね。でもね、出だしいい感じじゃない。ちょっとでも、温めたんで、うんうんうん、2番目ちょっとね、うん、じゃあハードル高かったね、自分のね。はいはいはい、はい、95点はやっぱり歌い切ってないからね、もうなかなか。いけるって思ってなかったっすけどね、95は。結構いったもんね。確かに。さあ、うちのね、先日バースデーを迎えたね、総合、うん、やっぱりね、まあまあ、うん、オスクラブ した責任取って。あと今ならね、うん、アフターピール飲めばなんとかなる。おー何でしょ。さあさあさあ、でも結構妊娠コメントが多いっすよ。妊娠したんちゃう。妊娠コメントが多いのは怖くない。間違いない。誰の子よみたいな。そう、でもよ、うん、ヒゲ千本の、うん、ヒゲ千本のね、そう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 、妖怪ヒゲ千本あるかな、あるかな、あるかな、あるかな。あ、そっか、この場をつなげないといけないのか。そうだよ、あや任した。いや、任した。アヤので爆笑した。いや、でしょ、結構ね、あの曲ね、鉄板で受けるんだよ。一回だけラッソンでね、歌ったことあんの。あ、二回ぐらいかな。女の子ポカーンとしてたからね。やっぱりね、おっ、何か個性を出さなきゃいけないんだよね。個性、ホストといえば、はいはいはい、まあ、十分あるでしょうよ、個性。普通周り個性だらけですよね。昨日のシャンパンの泡取れてないぞ。おかげさまにいっぱい飲ませていただいたんだけど。AK じゃないですか。はい、やっぱりね、ヒップホップ歌う人いないね。まだ歌つの上がらぬ MC、 路上に立ち尽くした場合に全てをやっていつかライスイム。顔顔顔。GO! 誰でもいい、誰か君行けと散々そんなルーティンやファーダーを上に見に、またこぼれる誰かを待った人だけいい。助かホーミー。俺ら雑誌やったよ。怒り合ってないよね。Ready set go! Let's go! 静かの生きりゃいいぜ。Ayo! アメ車の整備のしのぎをわずか、憧れたボナファイトハスター。団地でジャッジバイに気取り押してくこのカルマ。こんなはずじゃ、どんなはずだ、浮かばれねガラクタ。今月家賃も払えず借金、もう目いっぱいのキャッシュ。そりゃ愛想つかす女、レッツゲルノン、のろし上げろ。つっても金はねバーロン、あげてくれる棒、有金はたくてクラブ。
俺にいつかキンカンカン、ダメだもういい、誰か Give me、 いけど散々そんなルーティンよ、ボードウェイなミニ、またこぼれる誰かの涙、一つだけいい、確かホーミー、 Only God can judge me、 Ready, set, go、 Let's go、 死ぬほど息がいいぜ、 Hey yo、 結構言ったんじゃないですかこれ、あそこ、あ、また今の下がっちゃってる、あ、下がっちゃう、下がっちゃう、下がっちゃう、いやでもそこそこ行ってたっすよ、ね、いや、いい感じじゃない、結構いい感じじゃないのこれ、ヒップホッパーのね、ヒップホッパーね、やっぱね、歌う人あんまりいないんでね、うん、まあ確かに、うん、シャア様が2人いたいいんじゃない、いいんじゃない、さあ、87点、いや87点、マジっすかって出てたね、今ほんと、うん、え、ほんと、え、出てなくない、出てないっすよ、消えんの早くね、え、本当に87出てた今、パーッと87出てた、いや、虚言じゃないですか、なんでやねん虚言じゃないですか、もうちょっと、でも95ボーダーないですか、ちょっともうイライラしてきたら、うん、タバコ吸うね、え、はいはいじゃないでしょイライラしたからタバコ吸うわ、はい、大丈夫ですか、引いてます、つけます、お腹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 か、お腹、あ、ちゃっ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 ちゃ早くしてよ待って、どんだけ仕込んでんすか、好きです、好きです、あった、待ったポロポロ SM 企画まさか俺の出だしのシャア様のセリフ覚えてる、いやまあ前回のお届けはね、あの、関係ないんで嘘つけみたいないやなんかタバコが入ってたんだよね、ロー嘘つけびっくりした、なんでいきなりここ禁煙のように吸い始めるんだろうと思ったら、じゃあとりあえずね、はい、あの、ついよ、消し炭みたいなね、はい、消し炭みたいなね、あの、美女のキャスト呼びましょう、消し炭のね、メンディ君です、よいしょ、先生先生、よいしょ、消し炭、いや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 、ちょっと今見てましたけど、はい、何、生ぬるいことやってるんですか、前回の放送を見て、メンディお前今日生意気だな、お前、いやいやいや、めっちゃ男気あるよ、顔ここちゃうわ、顔ここちゃうわ、どこや、顔ここよ、これどっち、これ俺の喜んでねえよ、ないからね、これなんかバリンとかでやるから、モノマネしてるやん、間違いない、いや、準レギュラーの俺を差し置いて、何やってんすか、準レギュラーですよ、準レギュラー、まずベンチに固定化されてるもう準レギュラーですからね、僕はだからメンディー、じゃあメンディーも1曲ね、じゃあ締めになんか、うん、これあの点数低かったらもうあれだから、どんなあのボーダーラインが95点で、うん、グラス1個、会社何歌おうとしてんですか、宇宙戦艦ヤマト、いや言うんじゃないよまだ言うんじゃないよ、クロークやつだから、お姫をイスカンダルに連れてくんだよ、わかるか、絵が古い、絵が古い絵が古い、うつたつ、うつたつ、ならば地球よ旅立つ船は宇宙戦艦、いやほい、やばとね、宇宙の彼方イスカンダルへ運命背負い、いざ飛び立つ、必ずここへ帰ってくると、手を振る人に笑顔で答え、ワンツーイヤーホイ、銀河を離れイスカンダルへ、アルバル望む宇宙戦艦ヤマト、やっぱりね、思った、聞いて聞いて聞いて、スカン様、ここスナックでしょ、スナックじゃないでしょ、スナックでしょ、もうスナックでしょ、もう多分お姫たちもうあのイスカンダル行ってます、イスカンダル行ってます、帝王者で止めてんのこれ、点下がるよ、今までちょっと下がったんですか、今までちょっと下がったんですか、おい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 スナッククラブビジョンでね、80点登録しちゃった、ざけんなよ、あ、タバコ吸いたくなってきた、ガンダムだよね、来てますよ、ヤマト歌って、いやいや、もうこの BGM やばいよ、哀愁感半端ないじゃないですか、これね、88でもやられるんですか、もちろん、え、なんで、え、まだ足りない、怖いな、溜めんなと、あっあー、これ、シャアさん今動いた瞬間、引けてましたからねこれ何点取ったらやられないっすよ、95以上、95以上男気だから、ね、死んだこれ、うん、あ、クヤならいいよ、いや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 
生ぬるいんで全然いきますよ。ほら、前回セムカナで今回スナッククラブ、うん、ホストクラブだから。マジでバスへのスナック感で、スナックビジョン一番で終わる感じはでもいいっすよ。もうスナックじゃん。もう客飲みやね。新恋渡りのスナックかな。渋いな。せめて90点でいいんじゃない。まあでもメンディーあんだけ男気いいよって入ってきたから、メンディー100点でもいいんじゃない。うん、あれメンディに点数下げられたようなもんだからな俺。いや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 、長いね。長いね。7点は下がってないですよ。メンちゃん確かにな。いや人の足引っ張る癖あるもんな。いやそうっすね。まだ入れてないしな。ここでメンちゃんが出したらいいんじゃないですか。じゃあもうここはねえ、もう生500とカード200。うお、あげ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 飲もう。うん、俺らもね、飲んでるからね、一緒にね。うん、ビーフジャンキーうまいっすね。メンディ98点。いや、じゃあ、何行きましょうかね。うん、お、でも頑張ってとか。うん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 、あ、逆にね、逆にね、うんうん、逆に、指名ヤマトは確かにおかしいっすよ。うん、メンディ100以外ロウソクだからな、お前。100じゃん、100で、100以外、99でも、うんうん、ロウソク垂らしながらケツバッと、うん、あ、コロニー落とし。あれ、あ、お前やりやがったな。これ合ってますよね、あの主題歌って。これですよね、うん、やりやがったな、これ。これ超久々な。ダメだよ、なんかフューチャリングとかのあれとか。いや、ないっすよ、ないっすよ、そんな。あれはメンディーよ。上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、ガンダム、君よ。お前ガンダム要素ゼロだよ、見た目。走れ、まだ光燃える星があるなら、巨大な敵を撃てよ、撃てよ、撃てよ。正義の怒りをぶつけろ。メンディー機動戦士、メンディー、メンディー。お前服の色だけでトリコロール。はい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 。もう一番がね、早く終わるんで。どっちが本体か分かんないじゃん。いや、これ僕です、本体僕ですよ。完全メンディの服の色、可愛いユニットでした。これ、電波すごいのくないですか。またまんかよ。おい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 、劣等感。いや、締め、やっぱこれで締めなきゃダメじゃないですか、やっぱり。80点なるほどね。はい、80点。ね、マジでロウソクなんですか。ロウソクだよ。うん、いや、男気あんのメンディ。いやいや、バリピじゃないです。それ、何本いくとかなんですか。いやいや、先週のマックスが6本だけど、どうするメンディ。自分選べるよ、選んでいいよ。いや、男気って言ったらやっぱ3本じゃないですか。あ、分かった、じゃあ、じゃあね、3本ずつってこと。3本ずつでは1本持ってる。で、2本、9本、合計9本。9本、9本、4本、寝て寝て、ここ。ちょっだったらやめるっていいよ。いや、今対戦すげえ目で見られたんでやめないっすよ。どんな目で見られたの。どんな目で見られたの。やめるのみたいな。もう本当にガンダム歌った通りね。燃え上がれだから。燃え上がれ、燃え上がれメンディー。マジマジ、嘘嘘嘘、ちょっと待って。あ、ちょちょちょ、あ、いや、耐えて耐えて耐えて。ちょっと待って、そうさ、そう、あっち、あっち、あっち、これが…ちょっと待って、ショウゴさんセコいじゃないですか。ショウゴさんって誰。ショウゴさんって誰。ショウゴさんって誰。ショウゴさん、え、前回俺ら同じの受けてるから。そうなの。でもね、背中の方これ怖いんだよね、実は言うと。いつ来るか分かんない。いつ来るか分かんないから。そうだよ、これはもう俺らが受けたからね。え、どうだった。もう言ったくないよね。男気どうのこうの、まあ言ってましたけども。はいはいはい、どうでした、実際の男気体験してみて、ね、画面で見てたのと、うん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 、実際にこう受けてみたのでね。しょうがないんじゃないですかね、こんぐらい余裕ですよ。余裕ですよ。余裕だよな。どうでした、僕のリアクションは。皆さんどうでしたか。寒いな。うまく撮れてました、リアクション。あー、なるほどね、なるほどね、なるほどね、テレビ的にっていう。そうです、リアクションでしたよっていうね。まだ優しかったよ、メンディ。なんか、天王ろうそくに見えてきたな、そんなことを言うと。SM 用のめんちゃん、一回もうさ、間違いない、ロウソク使い慣れてきたよ、ね、これまた俺それやられるな、ちょっと考えたんすよ。メンディー顔に行こう、やばい。罰ゲームとかで、ガンシャとかでいいんじゃない。いや、SM の先週、うちのピカソ君は乳首に同じところ3連続、うん、いや、それ結構厳しいですね。乳首感じなくなっちゃうんじゃないですか、正反対が。俺、見えますローで。このちょっと、あや男気なかったが全掛けしにビジョン行くね。ちょいちょい、こいつ誰だよ。ちょいちょい
誰なん、うん、多分怪しめする人いきなり新規で来たらまず財布見なきゃいけない、うんうん、でも俺もキャッシュで確認しますこれ前回多分、うん、1分動画って多分見てない人も多いと思うんですよね、うんうん、実はやっぱピカさん、うん、ピカソさんね前回出て放送終わった後1分動画っていうのを撮るんですよ、まあ、告知タイムみたいなの、うんうんうん、今30秒動画なんですけど、うん、ツイッター用で、うんうんうん、あのピカさん四つん這いになって俺シャーさんもあやでろうそく垂らしてる30秒ずっと告知みたいなしてるビクンビクンしてましたね。もしかしたら今日の1分動画も面白いのが見れるかもしれないっていうのもあるかもしれないですけど、あらちょっとビクン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 になってたの。体は正直だねやっぱ、まあ、メンディー半立ちしてきたのちゃうの。全然あピーちゃんさらにされてたね。そう、うん、見たね、うん、そうだね、うん、今日はメンディーだね。あれって暑くないんですか？暑いでしょ。どう考えても暑いでしょ。うん、やけどするよ。何度やねんこれ。これなんだろうね。結構な温度ですよ。翔吾さんね、1本から3滴ぐらい垂れてきたんで今。いや3本持ってんだってみんなで。いやもう見てたらもう1個のところがポポポポポって出てる。音もいないな。本当にな。仕方ないじゃん。ろうそくなんだもん。じゃあもうさ、翔吾と目で決着つければ。うん。もう決着つければいいじゃん。あら、ちょっとそれ。いいよ、決着つければいいんじゃない。メンディーもう下克上だよ、うん、あ、下克上っすね、うん、やってやるよもう、相互さんのことを。なんか、やっちゃうよ、紐で。お前、喧嘩だよ、喧嘩。喧嘩だよ、それでいいのかよ、メンディー。なんか、たまたまねこれ、ちょっとビヨーンってやつですか、ちょっと待って、誰悪いって、この二人ですよね。煽りだけ煽って、お前、やってやるよ、みたいな、うん、ほら、あ、誰からでいいんじゃないですか。メンちゃん、メンちゃん、うん、服いらなくないそれ、その、バイによく出てるやつ、バイのあの、ブライアン。いや、じゃあ、ちょっと待って、これ、これ、めちゃ、引っ張れば引っ張るだけ伸びるんですよ。だから、どこで来るか分かんない。持ってる人さじ加減ですね、これ。え、これどうやったらいいの？やめて！うまい！うまい！ハサミなのか、ハサミ。これやりますよ。ハサミなの？赤く腫れないの？赤く腫れるまでやったらダメだよ。ハサミあっちに置いてきたかもしれない。ハサミ置いてきちゃった。多分、喫煙所に。いろいろ道具がございますね。スービーこれ待って待って、一回挟んでみてください。あ、これ痛いタイプのやつや。痛いタイプ。これちょっと硬いやつですよね。結構しっかりしたの買ってきたんで。これ絵的にさ、なんか大体ね、はい、こんぐらい取るでしょ、はい、いやいやこんぐらいでしょ、短めに取るよ。短めに短めに取るよ。で、うんうん、そういうことですか。うん、まあ、もっと短くなっちゃった。短くなるよ。だから絵的に近い方が気持ち悪いでしょ。まあまあそうですね。乳首相撲もちろん。乳首相撲、うん、やっぱね、今年まあ、ずっとね、うん、何年間もね、外国人力士が優勝してきた中で、今年ね、うんうんうん、久々のね、日本人力士が優勝しましたからね、うん、相撲の話ばっかじゃないですか。勝負逃げて相撲の話ばっかしてるとね。相撲の話ばっかって今の一瞬だけの話ばっかで、もうつまんない、つまんない。いやもうつまんないってこと？もうさっさと男気決めましょうよ、もう。おお、来たね。翔吾さんの乳首だけで。もうどっちの乳首が強いのか、翔吾さん。乳首だけでいいの？乳首だけ以外どこつまむんですか？なんか上の口で言って分かんなかったら下の口で分かんなかった。ああ。こっちもこっちも嫌ですよ。それは。じゃあ決着つけてもらいましょうか。もうね。こういう。しのごの言ってないでね。超短いよこれ。こんぐらいのいいのかな。でもこっちは長いんだ。あ、なるほど。駆け引きや、駆け引き。いやもうこれ上脱いじゃえば、そんな中途半端にしないで。脱いじゃえば。あー、ちょっとこれ悪いじゃないですよ。脱いじゃえばいいよ。脱げばいいよ。いやどうすんの、これで。でも今日負けた方敬語だからね。おー、負けた方いいですね。ずっと敬語だから、まあ、めっちゃんとしてはね。いやもう僕は全然リスクがないですからね。間違いないよ、リスクねえじゃん。リスクないですからね。メンディギャランドゥディ。いやじゃあ自分でねセットして。すごいなんか微妙な感覚だな、これ。自分で乳首、こっちが短くてこっちが長いんだよ。この駆け引きやね、駆け引き。で、座ってどんな絵なの。一回肩組んで、あのハードゲイじゃん。ハードゲイじゃん、お前ら。ボクシングでいう試合前のこれみたいな感じ。ああ、まあファイティングポーズみたいな、うん、じゃあ行きますよ。はい、3、3、2、2、1、1。はい、よっしゃー。生ぬるいんだよ。
そんなんでいいのか。ただ、ただ思ったんですよ。確かにメンディーは、うん、まあメリットしかなかったんですけど、うんうんうん、すごい今悔しいと思うんですよ、うんうん、ってことは、じゃあとりあえずうちで生首だからリベンジメンディーってことは、メンディー、はい、やっぱ今度はアヤにもタメ語使いたいよね。アヤさん、あれやったのか。え、今日乳首なくなっちゃうんじゃないかな、もういいよ、片方選手権にしよう。片方選手権、あれ男気ないみたいな。違う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 、ああそうそうそう、ちょっと片方に2個つけてみたいな。あ、俺じゃあ片、いいですか、特別ルールで。いいよ、乳首か、いけます両方行こう。これはなかなか勝ったぞ、勝ったぞ、勝ったぞ。慣れてね、俺一回ね、ジョーカーの頃にピーちゃんと対決したことがあるでもね、普通にフルボッコにされた。ピーちゃん乳首強いからね、うん、あの人乳首すごい。SM 慣れしてるソウジ君ですよね、完全にね。こういうイベント慣れしてる、いつもしてねえ。あやばいね。じゃあまず2個付けでいこう。2個付け C のまずあれやね、試合前のファイティングポーズからって。汚い絵だなこれ。皆様、皆様、明日から本気出す気分ある。あーもうもう。じゃあファイティングポーズね。じゃあいい、ファイティングポーズレディー、はい。おーっしゃー、メンディー乳首弱っ。いや、2回、いや、え、みんな乳首硬くないですか。ちょっと鍛えた方がいいよ、乳首。ちょっと、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 鍛え直す。弱いから。乳首弱いから、お前。俺、乳首に人生でろうそくのろを垂らされるの初めてっすよ、マジで。じゃあ、一生俺の名前忘れないね。いや、寝転がって、ちゃんと。でかいでかいでかい、どうぞ。こっちもこっちもやらないと。あポンポン、そのままそのままポンポンじゃない。ちょ、いやいやいや、でも乳首バチボコなってんすけど。いや、さっきの皮膚のこれでリベンジできんじゃない。あ、逆に良くなってる。これでリベンジできんじゃない。めんちゃん男気ないなって思ってるよ。え、めんちゃんリベンジできそう。いや、じゃあ鍛えてもらった。あ、じゃあじゃあさ、じゃあ最後に左は、あ、いや、右は相互でやってみよう。おー、いいですね。なんでダブルスなんすか。なんすか、そのダブルス。ダブルス見たことないでしょ、これは。すげーだな。じゃあ、やるか。いいんじゃない、いいんじゃない。絵的にどうなのかわかんないけど。じゃあ、あやさんスタンバイお願いします。あやが、こっちか。DJ 乳首じゃん。俺右か。DJ 乳首。いや、もう。どんな絵なのこれ。ショウゴさん結構乳首にも洗濯バサミつけ方がオラオラっすよ、もう。どんなある。あー痛いね今こんなね。ファイティングポーズ悪かったっけ。やばいじゃん、乳首取れんじゃん。こうなってちょっと一回これで、あの、あれやってもらえます。あの写真みたいな。これ毎回記念ポーズ撮んの。もちろん。何の記念ポーズなのそれ。やりますか。じゃあ行きましょう、うん。このポーズで、いやいや、このポーズで。いや、どういきましょう。もうね、いてんだもん、今。今がいてんだもん。そうさんの力がすげえすもん。レディー、はい。あー、やばい。あーべー、そうさん、これ乳首弱くね。コツがあるんすか、これ。じゃ、分かった、メンディー。こんなにね、思うんだったら、じゃ、シャア様と戦ってみりゃええやん。いや、もう、ラスボスと、ラス、うちのボスと、ね、案外裏にいるだけで弱いかもしれないですから。おお、おお、うん、下克上や。大体ボスなんてそんなもんじゃないですか。いやいやいや、大体今ボッコボコにされてたよ、お前。めっちゃさ、スクショオッケーやって。もうちょっとがっつり、挟んでみたら。打開策としてね。もう乳首がちっちゃいからな。ああ、これは痛いな。深く行ってほしいね、深く。さあ、いや、もちろん、シャアさん、もちろんしますよ。二人とも、はい、うん、ファイティングポーズ。じゃあ、恨みっこ出していきましょう。レディー、ゴー。いや、ほらこれ、風林火山。動かざることを山のごとし武田シャア。いや、もう俺がやばいっすもん。あいたいおー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 延長、延長戦ですかな。延長戦ね。サドンですかな。あ、ちょっと待って、ドクターストップ、ちょっと待って。あー気持ちいい、これ本当に気持ちいい。大丈夫ですか。あ、大丈夫、大丈夫、はい、じゃあ強い方のね、乳首同士で戦ってもらいましょう、はい、おおドロー、ドロー、もう延長戦。
じゃあこうすればいいんじゃない、お互いカット乳首同士、カット乳首同士さあどっちのウィンディの右か、シャー様の右か、その結果はまずは CM どうぞ。このまま こんな俺だけど一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いね。イオンインク。経験者大募集。よいしょー、ずっとこのまま大義だったじゃあ行きましょう、決勝戦。あー、いけるよカン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 。あー、やはりね、もうね、痛すぎてもうさっさと決着つけなかったんだよ。めっちゃ真っ赤になってますもん。今日から以上のホストクラブじゃねー。乳首みんなビンビンになってますもんね。ビンビンだよ、もうビン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 で危ない、危ないよ、ほんとに。でも、まあまあまあ、メンディーもはい、まあまあまあ、うん、男気、うん、まあ認めるあったね。認めるよ、いや男気しかないっすよ、うん、みんなありましたね、男気みんなあったね、結局、うん、ビンビンだよ、わか、伝われ伝われ、またあやの放送とモヤモヤしちゃうんじゃない、そうしたら。いやモヤモヤってどういうことっすか。ムラムラならぬこれもすごい企画ですね。これはすごい企画ですよ。ねえ、あの、乳首も今日パックしたしね。ローパック。ローパックしましたね。久々ですわ。コーティングしましたから。あれこの流れ、先週と変わんなくない？間違いない。この流れ、先週と変わんないからね。背景、先週の画像にしたらもう分かんないよ、ね。いやいや、分かんないよね。延長戦みたいになっちゃってる、ね。延長戦で。ディフェンディングチャンピオンいないのに。行かない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 。ここね、ピーちゃんがね、うん、やっぱり俺らのチャンピオンなんで、まあ強さ見せていきますよね、うん、こういう時に。メンディー今日、ね、強いねん。メンディー今日終わったらさ、あのお店ね、行って、ピーちゃんに対決してみたら、これあるし。誰も見てないとこで。裏とか。誰も見てないとこで。ちょっといいっすか、復讐。バイトの子とかいたらもう何やってんの、この人たちと思われてる。大丈夫、いつも俺ら思われてるじゃん。思われてる、思われてるよ。いつも俺ら思われてるよ。もう思われてるよ。確かにサーベルみたいな。何人いなくなったの、今まで。GG 今まで何人いなくなったの、何人いなくなったと思ってんだよ。そんなのね、怖がってたね。そうそうそう。やってらんないから。承知の上でやってるから、これも。残ったら遺伝子こそ強いから。うん、本当に。残ったやつらこんな感じだよ、大体。クセモノば、クセモノ揃いみたいな。まだメンディーは日が浅いから、うん、あの、まだ乳首強くないと思う。いやまあ、日が浅いから。結構入店のね、入店のね。そうそうそう。俺らに言われて。お店でピーちゃんと対決ね、もしかしたらツイキャスで見れるかもしれないしね。間違いない。うん、そのお店、裏みたいなさ。そう、裏番組じゃないのも。そうだね。まあ、やってみるのもありかもね。キャスでピーちゃんとね、うん。そう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 、対決。流しますかね。ニコ生関係なくなってきたから、ね、やりましょうか。どんどん見る人少ないように、ね、そっちに行っちゃうみたいな、コアなね、はい、ローカル番組。いや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 、うん、ありがとうございます。だからニコ生パープしましたね。おつまみももうあるんですね。おつまみも用意、新たに用意されて、うん、もうだもう宅飲みに行ったよね。あー、あーすごいです。いるあれイルマニアいるやん。あーあーじゃないよ。何それ。この宅飲み最悪でしょ。でもロウソクあって男半裸で洗濯バサミあって威嚇って、威嚇臭いしな。もう前回とこの回で十分だ。なかなかのボリュームだよね、うんうんうん、バリューパックだよね。次でももう、うん、もうロウソクやったし、うん、乳首対決やったし、うん、もう本当もう金玉とかにも繋いでやるしかないんじゃないですか。ムチとかしかないんだよ。今なんつった。え、金玉とかに挟んでやろう。やえーマジっすか。大丈夫ですか。映んなきゃ大丈夫ですか。映んなきゃ大丈夫です。ちょっとこれ映れないってね。マジっすか。パンツの上から、パンツの上から行こう。大丈夫みたいですね。じゃあもう第1回戦、うん、いや男気ある人せーのドン。あ
免許遅かったな、まあ、遅かったな、ね、今ちょっと遅かったよね、遅かったな、リアルに。ここはやっぱ先輩方のやっぱ試合、先輩って思ってないじゃん。いや、そうっすね、そうっすね、うん、じゃあ決着つけよう。多分これ映らずに、うん、映らずに映んないから、うん、見えないじゃないですか、うん、シャワ様の引っ張り役で誰につけてるか分かんなくて、ロシアン金玉だよ。ロシアン金玉どういうこと？もう一回説明して。俺らリアクション我慢して。うんうんうん。あ、どっちか映せないから。当ててよ、じゃあさ。そうそう、映せないんで、うんうんうん、対決も勝った負けた見えないじゃないですか。あ、なるほど。俺らが我慢して、誰がやられたかを当ててもらうみたいな。あ、わかりました。なるほどね。いや、すごい。じゃあここ3人並んでもらって。パンツなら映せないのか。パンツは大丈夫ですか？パンツギリセーフですか？ここに敷居でも作りますね。じゃあ、 上半身だけ映してもらって、で、下半身俺がこれ洗濯バサミで。はい。おー、すげえ。誰を引くか当てて。どんな企画これ。ちょっと待って、映んないようにしようよ。もうちょっと上の方が、超気合入ってるじゃないですか。もうニコ生ですか。今日脱ぐ気満々じゃん。今日パンツ脱ぐ気満々じゃん、それ。こう滑ってますね。じゃあ、自分 の、 好きな位置に、はい、好きな位置に、あ、洗濯バサミ一個ずつ用意して、どの紐が誰に繋がってるかみたいな、うん、いいですか。いい、ここいい、とりあえず繋いで、あ、やべえかも。ん、やべえぞ、やべえぞ、やべえぞ。どうなんだろう、半袖したから見えるのか。わかんない、怖い、毛とかが。あ、やばいかもこれ。いや、これ結構はしゃい、ちょっとあの、そう、そうごとあのメンディ立った方がいいかも。あ、あ、あ、いいいい、立った瞬間忘れた。今その二人やってて、そう、繋がってたんだよね。立った方がいいよってなって立った瞬間に外れた。プチ。じゃあ、あやくんがセットしたら、はい、じゃあ僕が引かせていただきます、はい、これ、あの、皮でいいんですよね。うん、キャンタマの、うん、玉川、玉川。じゃあ、あの、1回目いきます、はい、じゃあ、誰が、やられてるか当ててください。そうだな、怖え、超怖え。あ、ちょっと、いきますよ、いきます、3、2、1。ねえ、誰だろうね、誰だろうね、誰だろうね。じゃあ次。あ、でも、もう違いますよ、違いますよ。ねえねえ。もうちょっと、いや、もう、ね、もう多分今のでね。どうですか、わかります。ちなみに、もうメンディーに2個つけて両玉にね。そう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 、マイケル・ジャクソンだったんです。いやー、これ結構、いやー、すごいですね、これね、やっぱ、これもでもやっぱね、ねちっこいで有名な、これでさ、対決すればいいんちゃうの。何対決、玉すか、たまたま対決すればいいんちゃうの。やりますか。だってゲームになってでも全員バレてんだから。バレるわ、全員バレてんだから。バレるわ、まあまあまあ、ゲームになってねえから。じゃあもう、うん、メンディー、じゃあ一番上でええんちゃう、もう一回。じゃあ自分の一番あの股間があの強いと思うところをセットしてもらって。今ギリ見えてるんですか。大丈夫。あ、見えてない、見えてない、ギリ見えてないです、うん、来いよ。もうちょい真ん中、もうちょっと下ですね。パンツだったら映しても大丈夫なんですよね。あ、じゃあちょっと下にしてもらいます。あの、カットが分かんなくないですか。確かに、どっちかとか。これは勝ちたい。多分俺ね、見えるかな、この俺は勝ちたい。これね、これ、うんうん、これ。あ、いや、だめ、やんない、やんない、やんない。どれちぇーよっしゃ。じゃあ、一回、あの、ファイティングポーズ、あの、一回撮ってもらっていいですか。いや、なんかちょっとプライドみたいな。プライドだね。よっしゃ、じゃあ行きますよ、はい、レディーファイト。あ、もうったあれあれ、もうこれ相互さんすごい。相互さん下の乳首も強いです。じゃあ相互さん優勝でした。なんか納得いかないみたいなね、やっぱ後輩のあやとしては。うん、納得いかねえっすわ。納得いかねえっすわ。相互さんやりましょうよ。あとメンディー倒してからおいで。ごめん。いや、これ俺も次また俺また金玉さ倒してからおいで。これ誰が一番強いんだろうね。子孫作れる。やっぱシャサムが強そうな気しますね。まあ鍛え方が違うから。何鍛えてるんですか。何鍛えてるんですか。
いやレンディそれも弱いのかって、これ強い弱いもうないだろこんなもん。ちょっと待ってもうポジショニングがねやっぱ大丈夫。相互さんボッティしてないよ、元からでかいの相互さんは。いや俺今映ってないじゃん。あ多分ねボッティしてない。あ、いやいやいや、ボッティしたら痛み倍増でしょうよ。あー今日メンディボッティしてねって言われてんの。ファイティングポーズ、ファイティングポーズよろしいですか。これボッティもするよ。ラーンワンファイト、ファイティング一緒。あーガン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 。あら俺結構似てるのにがっつり玉木に挟まれて、こんなことがあっていいんですか。情けな。やりますか。やりますか。誰かまさかのシャーサマ対アヤパンチで、誰か誰かやりますか。これ意外と気持ちいいもんすね。いやお前目覚めんなよ。気持ちいい。そういう気持ちいい。俺これさパンツいるからパンツ持ってかれそうなんだよ。やるのはいいんだけどパンツ持ってかれそうなんだよ。じゃあもうファン覚悟でパンツの上挟んでやります。それはね大丈夫かな。一応あのしゃがみで、しゃがみで映んないようにして、一応こういうふうにしとく。あの、上半身アップでいいですか。ポロリしたらよ、ポロリのために上半身アップで、もう球がね、縮まってんだよね。寒いっすからね。寒いから、あやはね、散々、あの格闘技の、相手に言うちょっとプロモーションビデオみたいな感じでいくね。あやはね、散々可愛がってやったけどね、これからもね、可愛がってやろうと思うよ。意味合いが怖い。意味合いが怖い。今一瞬キュンとなりかけたもんじゃない。じゃあね、シャアさんはね、ずっと可愛がってくれてたけど、今日でそれは終わりや。お俺の時代や。お今度は俺が可愛がる番だと。じゃあお互いの金玉、どっちを可愛がるのか、いきます。レディーゴー。一本あっさりですね。今シャア様の技ね。ウィナーひねる。ウィナーウィナーひねるっていう。ダメだろ、なんかね。俺キャッチャーもや強かったよね。あいや金玉ダメっすね。あいや金玉めっちゃ弱いやん。いや弱いってなんすか。弱いってなんすか。そもそも金玉めっちゃ弱いやんって感じでね。はい、まあね、こんな企画いろいろやってますけどもね。はい、逆にね、多分俺らこれからもこういう企画やると思うんですけど、はいはいはい、リスナーさんで、多分長く見てくれてる人もいると思うんで、この人ゲストで呼んで対決してほしいとかね。ああ欲しいね。何対決かっていうのをね。そうそうそう、ちゃんと。したら俺ら事前にちょっとオファー出せるんで、なんか出てほしいなってキャストとかいたらね。まあ、大体ね、あのいつも行き当たりばったりで当日決めるんで、大体 P ちゃんとかね、になっちゃうんで。メンディとかもね、メンディも今日、いやそうですね、ちょっと言ったから、もうギリギリで言ったから、で事前にね、この人出してほしいみたいな。誰でもいいよね。リオも出たし、シュウヤも出たし、クレアも出たし、カエデも出てますもんね。カエデも出てるよね。まあカエデも出てない人多いですからね。誰でもいいんですか。オーナーとか一緒じゃないですか。アヤに教えてもらおう。え、逆っすよ。あ、そういうことか。逆っすよ。教えれねえな。元気さんがいい。あ、元気さんで出したいんだけど、ね、今ちょっとね、いろいろあんねん。それ以上によりね、ちょっとアフアリさんとかね、アフアさんね、はい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 、シュウヤ、元気さん、ワリさん、誰でもいいよ。大丈夫大丈夫。あ、リオとピーちゃん勉強対決。勉強対決ね。あ、普通の勉強。あ、勉強対決ね。シュールだ。頭良さそう、2人とも頭良さそうだもんね。あの前回翔太君が来てくれた教えましょうみたいなね。ああ、はいはい、あれ面白かったですよね。翔太君大好き。翔太君それ AV やねん。エンジョイ、ジョイ、あ、ジョイ、ジョイね。エンジョイ君ってちゃんと、まあオーナーはね、ちょっとどうかな。オーナーも無理だし、相田社長無理やろ。なんで愛本店の相田さん読書感想文、あ、本読んできて、それを感想を書いて。とりあえずね、じゃあ一旦 CM どうぞ。どうぞ。先生、何勇気を出してボトルを入れたら断られたよ。ああボトルお願いする前にハニーの甘み味わっとけ。この KY 坊はい、開けたら最後、誰にも止められない。ありがとうございました。経験者大募集。
自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。よいしょ、よいしょ。今なんかね勉強対決っていうのがあったんで、うん、はい、はいはいはい、じゃあねIQ ちょっと低そうなね、はい、いや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 、自信あんの？ありますあります。あんの？ありますよ、うん、あ、いや、あります、ある、いや、なんでめちゃくちゃありますよ。じゃあこれ早もん勝ちだよ、はい、じゃあこれ、なんて読むでしょう。え？ヒント、動物です。アライグマ。なきねえか。さあ、動物、さあ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 、まあろうそく受けたい人とかケツバット受けたい人は別に間違えても全然構わないんですけども、ちょっと待って、待ってこれ多分ね漢字がヒントになってるね。子守りをするクマ言って、実際これはクマじゃないパターンのバリエーションもあると考えつつも、あやとは読みません。あやではないです。コアラ。コアラ。総合さん正解。待ってください、これやろけど、ありがとう。うん、ありっすか、これ。おぉ、すごい。960。でも読みが良かったね。クマとは読まないと思うみたいな。良かった良かった。すごい。コアラなんだ。ゾッとよく読めたね。いや、すごいすごい。すごいね。じゃあちょっと繋げてて。はい。でも、じゃあ実際ね、やっぱりリスナーさん、たまにね、俺らこういう問題とか、この間もなぞなぞとかやってたじゃん。あー、やりましたね。はい、でもね、結構、リスナーさんの方がね、頭いい人いたの、ポン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 答え言ってる人とか、まあ、結構常用漢字じゃないと分かんないですよね。トゥンポイコール、トゥンポイコール知らねえ、タイに来て。じゃあこれいきましょう。お、来た。じゃあ第2問、はい、デデン。今ね、ソウゴさん1ポイントだからね、はい、はい、第2問、デデン、なんて読むでしょう。さあ、見たこともない、チコメ。ハハハハ、ではありません。読めるよね、読めるよね。そんな大喜利系だったらね、これ、えてかこの漢字見たことねえや。師匠の手編に、師匠のせい。さあ、これはヒントないんですか。ヒントはでかいですね。でかい、でかい、マーライオンで976がちょっとおって感じ。え、あれね、師匠って書いてあるね。死者も違うね。ちっちゃいやん。え、でかいよ。ちょっと待ってください。でかいもの当てたいぞ。獅子城、獅子城、でかい、獅子城。でも獅子城、女って文字で書いてるから、そう、でかくて女で、マツコ。いや、正解。そうじゃないですか。個人的にね、ちょっと正解にしたかった。でかい。さあ、まあ動物ってことでしょ、この感じ。女でしょ、女。でも動物感はあるよね。じゃあ、超ヒント。はい。あるうちの従業員がコスプレしてます。ピンポン、はい、スフィンクス。正解。あ、ほんとだ。そうなんだ。あ、だからシッシーで、あ、そういうことだね。スフィンクス、下はライオンですもんね。だよね。そうだね。女の顔だもんね。なるほどね。いや、これやべえな、これ。そういうことなの、これは。だから発想力だよね。漢字からどう読み取るかみたいな。漢字が読めるとかじゃないですね、これは。スフィンクスって漢字あったんだ。難しいでしょう。スフィンクス漢字なんすね。漢字あるみたいだよ。すご、俺のマツコもね。じゃあ難易度下げようか。難易度出されちゃった。うん、何あれ、ロ、ジョニア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 。これはね、多分ね、すぐ分かると思います。すぐ分かる、すぐ分かると思います。じゃあ行きましょう。はい、せーの、ドン。はい、金字塔。あ、なんだっけ、なんだっけこれ。え、あ、ね、わかるわかるわかるんだけど、ド忘れした。なんだっけなんだっけなんだっけ、これはわかると思いますよ。あ、あったあった、思い出した思い出した思い出した。ピラミッド、正解。これは見たことありました。バグ丸出しですね。いや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 。でもそうだね、あの獅子城って書いたらイコールピーちゃんのことだもんね。そう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 、それで読むんだ、ピラミッドって。ピラミッドって読むんですよ。あれでもメンディー今一問も、いやー、なんか
あれっすね、後半に、そう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 、例えばね、確かにね、いい勝ち方したいじゃないですか、最初はね、行かせといて、ゴール前で追い越してみたいな、そう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 、ドラマティックなね、ドラマティックなやつね。もう金字塔って読んじゃったよね、普通に。普通に金字塔って思って見てたら、うん、俺たまたま本で読んだことある。俺も最初金字塔かと思ったら、ピラミッドって振り仮名振ったから、それで覚えたって。すげえ、わかんねえな。わかんないね、これね、うん、だって俺も知らないけど読めねえもん。読める読めないじゃないっすね、うん、覚えないと。発想力です、発想力、発想力、柔らかく。じゃあいきますよ、次の問題です。はい、はい、まず何の漢字これ。土に、これはね、え、これは離れてます、はい、一緒っすか。一文字ですか、これで。土に一文字ですか、これね、文字ですか、これ。カタカナだね。カタカナ、カタカナ、え、青、何なんすかこれ。この漢字を見たことがないんだ。まず土がね、青いね、青い土ってことね。だから多分ね、埴輪とか土地系の、いや、近いんだよ。違うと思うんですよ、ね、土が青いだから。これ色ですか、もしかして。色だね。あ、色なんだ。コバルトブルーとかですか。ああ、色ではない。 色ではない、うん、色ではない。カタカナでしょ。モグラはね、土にルーだからね。モグラじゃないよ。コバルトって出てますね。何それ。土が青い。土が青いか。と、この青の隣のなんかこやつ謎漢字がね、うん、文字数結構あるんですか。6文字。6文字、カタカナ6文字。6文字でも土と青いが関係あるが、うん、ヒゲちゃうわ。そうちゃんの口の周り、いや、字余り。口周り、字余り。青軍将ってないの。青大将みたいな。ヒントはね、はい、第一ヒント何にしようかな。いつもみんな触れてる。あ、でも結構もう確信になっちゃうんだよな。もうあ、わかったわかった。これ多分来た。コンクリート。違う、惜しい、惜しい、違うのか。惜しい、惜しい。ちょっと来たと思ったよね。アスファルト。アスファルト。あ、正解。そっちか。そっちか。正解。なるほどね。発想は分かったね。発想は分かったね。ジャスタウェイではないよ。ジャスタウェイ。ジャスタウェイ。銀玉やないか。アスファルト。すごいね。アスファルト。すごいな。こんな字やんの。分かんな。難しいよね。習わなくないですか。いや、悔しい。悔しい、悔しい。アスファルトね。アスファルトか。コンクリートも6枚だったけど、そっか、アスファルト。メンディもよく言ったね。いや、コンクリート超ヒントになりましたね。だから6、いや、全員1だもんね、今ね。ああ、確かに。でも、もうちょい時間もあるからね。これは勝ち越したいですね。まあ、いいヒント与えましたね。俺、分かった、分かった、あんだけ言って、セメント4文字やね。4文字。ね、俺、完全に今のドンマイだったよね。ドンマイ？ドンマイだったね、完全に。分かった、分かった。コンクリート、残念みたいな。すーげー寂しかった俺。いや、でもいい線いってましたよね、コンクリートも。悔しいね。悔しいですね。夏になったら暑いね。アスファルト青いのか、うん、あれ染める前のあれなんだ。あ、まあセメントの段階ってことなんですかね。みたいなね、感じだね。いや、でもこれ楽しいね。なんかね、すげーね、分かった瞬間が気持ちいいみたいな。まあ分かってなかったけど。土の周りは、ちなみに。いや、誰がアスファルトやろ。俺、あの漢字書かないでしょ。土に、青いに、とかじゃないでしょ。いやー、でも難しいな。アスファルトは、そこは細かいとこ行ったら、もう、キリがないね。キリがない。まあまあまあね。じゃあ、結構簡単なやつにしました。簡単に、はい。これ見たことあります。トゥルン。はい。あーね、なんだっけ。これね、よくゲームとかに出てきますね。いや、そうだよ、遊戯王カードとかでも。ダイヤモンド。正解。すごい。おお、早いね。早いね。早いね、遊戯王。さすがな。さすがデュエリスト。デュエリスト、そう、読んでるだけあるね。さすがデュエリストだな。すごいね。いや、今のでも賭け。賭け、なんか金だし、なんかその意思的に強そうだから。はいはいはい。で、なんかうん、そんな感じでダイヤって結構当てずっぽうだよね。ルビーとかサファイアじゃなさそうみたいな。はい、デリン。ね、その赤玉のあれみたいな。青玉、青玉、青玉、青い玉、サファイア、青い玉。正解。おお、そういうことなんだ。慣れてきたね。はい、なるほどね。今の応用編でしたね。でもサファイアって意外とね、2文字なんだよ。いや、そうなんですよ。ダイヤモンド硬いもんね。そうだね。黄色い玉、何黄色い玉って。黄色い玉、黄色いなんかあったっけ。黄色い石が浮かばないですよ。ね、うん、
ルチルとかじゃない。ルチル。待って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 。10853さん、ダイヤって硬いんだ。ダイヤ。いつの人だよ。貴様。結構動物から始まりいろいろ来てます。まあ、いやね。じゃあ今度変化球でいきます。はい、はい、どうぞ。布にこれなんだ、石みたいな、カエルみたいな、これは、はい、わかります。なかったらマスク。違います。ヒントは、はい、国の名前です。国に、あ、ハンガリー。違います。フィリピン。違います。イラク。ちゃんと考えて。もう俺ふで急に母国出してこないの。フィンランド。フィンランド。違います。でもなんかふっぽいよね。なんか違うね。でもに、じゃあね、超ヒント、はい、日本人よく行きます。え、ハワイ。正解。俺でハワイなんですか。俺でハワイ。絶対分かんなかった。絶対分かんない。メンディすごいね、一発で行ったね。いやもう日本人がよく行くハワイ。ぐらいですね、韓国とかね。すごいね。すごいな。国ってなったら結構ね、当て字もクソもないっすね。ね、どうやってハワイってもあれ、すごいね。全然わかんないね。でもね、やっぱこういうのをね、はいはい、雑学じゃないけど知ってたらね、ちょっと面白いよね。こういうそうしたクイズで出せるっていう。シャア様の母国ハワイ。ハワイハワイだったの。母国じゃねえわ全然。あ、1分前です。1分前です。あ、じゃああれ見せてあげればいいじゃん。なんかリスナーさんからね、はいはい、あやくんがなんかもらったらしいんですよ。おら、そう、すげえ。プレゼントが、あ、プレゼント手紙みたいなのもついてんじゃん。これえ、すごい。ほらこれ、ありがとう。あ、ちょっと透けてんだけど、明日から本気出す、うん、月崎あや様って来て、はい、開け、ちょっとまだ開けてないんだけど、早く開けないで1分前だから。やばいやばい、急げ、うん、え、しかも開けます。え、何が入ってんの。ありがとうね。お、あ、え、あれ、バレンタインも近いし、バレンタインも近いし、うん、あれじゃないの。え、なあー、ウケる。一番気になっとう。うま、面白い。これあ、チョコ、チョコだ、チョコ、チョコだ、チョコだ、納豆、納豆を送られるじゃん。ほら、ジェラシー、ジェラシー控えめ。ありがとう。送ってね、みんな。超面白い。何それ、何それ。そむいてビクビクしてては掴めないような心、歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ、強くあれ、自分に負けない心持って、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ、強くあれ、自分を生かした道を持って、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。